坂戸市は埼玉県の中部に位置する市。人口10万372人、男性5万110人、女性5万26 262人世帯数4万6980世帯、面積41.02平方キロメートル、埼玉県のほぼ中央に位置する町で、都心から約40キロメートルの距離に位置し、地勢はおおむね平坦である。 秩父山系から清流として知られる駒川が、市の南西から北東へ流れ、おっぺ川に注がれる。東武東上線が南北に走り、坂戸駅や北坂戸駅が存在する。坂戸駅は、東武鉄道の東上本線と大瀬線が乗り入れており、大瀬線の起点となっている。江戸時代には、日光脇王館の宿場町として繁栄、八王子仙人同心が、日光近板に行く。 最初の宿泊地であった。川越市や東松山市といった古くからの都市に囲まれ都市化が遅れていたが、1970年代になると東京のベッドタウンとして住宅団地が多数開発されるようになり、1973年に町開きした北坂戸団地や、1979年に町開きした若葉台団地に代表される、 住宅公団による大規模な住宅団地が多く立地する。郊外地域においても東坂戸団地、西坂戸団地、鶴舞団地、第一住宅団地などが開発され、こういった住宅団地の増加は、地域に急激な人口増加と都市化をもたらして大発展を遂げることになり、1976年の市政施行に至ることになった。近年においても、 坂戸ニューシティに再入タウンが開発されるなどしている。市役所は、市の南部、鶴ヶ島市との境界近く、坂戸市千代田に置かれている。地上4階制地下1階建てで、東部東上線の若葉駅、坂戸駅から徒歩で、それぞれ約15分である。坂戸保健所、西部福祉事務所継承略議席番号準議長、小沢博士餃子の満州本社。 坂戸工場坂戸地区三吉屋地区活路地区、日西地区大河地区高齢者福祉、施設健康増進施設小学校、中学校特別支援学校等埼玉県立、特別支援学校坂戸楼、学園高等学校大学短期、大学専修学校等市内には一つの図書館、二つの図書文館、一つの公民館図書室がある。平成年月日から、 東松山市立図書館及び鳩山町立図書館との相互利用が開始された。市内には4つの児童館がある。坂戸児童センターには、天文施設が併設されている。ただし、プラネタリウムは、危機老朽化に伴い東映駅本体は解体され、多目的ホールとしての使用をスタートした。2007年11月8日、有限会社太平義県と埼玉県坂戸市との、 間で、プラネタリウムドームの試験研究及び一般公開に関する利用協定を締結した。若葉交番は、鶴ヶ島市、富士見。市外局番は、市内全域が049。市内局番が NXX の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、坂戸本町局、鶴ヶ島局、川越川島局。 郵便番号は市内全域が350から 02XX である。東京都内へは東武東上線で直通40分程度である。埼玉県庁へのアクセスは坂戸駅から東武東上線に乗車、川越駅で川越線に乗り換え、大宮駅で湘南新宿ラインに乗り換え40分程度である。中心となる駅、坂戸駅若葉駅は 鶴ヶ島市との市境にある。一本松駅は鶴ヶ島市内。JR 八高線が市の西側をかすめているが駅はない。坂戸市内を走る路線バスは東部グループの川越観光バス及び東部バスウエストによって運行されている。小型バスを使用するサカッチバス、ワンボックス車両を使用するサカッチワゴンの2種類がある。タクシーの営業区域は 県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。市の中心部へは、鶴ヶ島インターチェンジが最寄りであり、坂戸インターチェンジは、市の東部にある。聖天宮とコスモセ畑防災行政無線は、市の防災情報や緊急情報、行政情報などを、お知らせする、無線設備で、市内に設置している。 放送等から音声により情報を伝達するもの。坂戸市では昭和54年度から整備しており、増設等を行いながら今日まで運用されている。また、令和元年度から令和2年度にかけて従来運用していた防災行政無線設備の更新工事を実施し、耐震性の強化や機能の拡充なども図っている。親局、市役所、 屋外覚醒古局、遠隔制御装置、市役所、消防組合、再送信古局、気象観測装置、河川水系、河川監視カメラ、監視カメラアナログ波、69.165MHz、69.450MHz デジタル派、不明坂戸市は、ユニ PX 製のそのコラムスピーカーと、レフレックスホーンスピーカーとストレートホーンスピーカーを使用している。 見守り放送夕焼け放送令は3年4月1日より、それぞれの明動時間が変更された。ありがとうございます。